Hey, what's going on today, YouTube? I have two videos I'm going to be releasing this week of italki conversations. This first one is going to be with Gabe, and the second one is going to be with Takashi, so look forward to those videos. This is about 2 years in for my Japanese language learning journey, so feel free to just go ahead and watch and see how I did. Konbanwa. Konbanwa, ohisashiburi. Hisashiburi desu ne. Genki desu ka? はい、調子は大丈夫。ゲイブさんも元気です。ちょっとでもいいかも。はい、ゲイブさんの顔は、髪がありますよね。ああ、そうです。ひげ生えました。ひげ、はい。そうなんです。はい、最近の会話は昨年だったと思いますよね。そうですね。結構前ですね。はい。ゲイブさんの、ゲイブさんが、新しいニュースがありますか？ああ、そうですね。いっぱいあります。ちょっとどれにしようかなって今考えてて、はい。そうですね。例えば、今年東京に引っ越しました。ああ、そうですよね。そうですね。で、今、まあ、ここ部屋だけなんですけど、まあ東京です。一人ですか？あ、一人暮らしです。東京は大きな都市だと思いますよね。その生活は、違うですか？はい、そうですね。なんか、とりあえず忙しいですね。はいはい。で、僕が前住んでいた町は、浜松でしたけど、そこは、電車が少ないし、人も少ないし、まあ、結構、なんか落ち着いた町 で、はい、で、それに比べて、東京は、電車が、いろんなところにあるし、はいはいはい、そう、人も多いので、なんか、結構違います。どうして日本語、どうして東京を引っ越していましたか？ああ、仕事ですね。ああ、仕事？今、そうですね。今、新しい仕事をしていて、そうですね。その仕事のために東京に引っ越しました。ああ、そうですよね。仕事は、何の仕事がありますか？ああ、僕の仕事は、営業ってわかります？営業わかりませんけど。営業、ちょっと書いて、漢字だけ書いていきますね。はい、はい。英語じゃなくて。営業ですね。営業。ああ。はいはいはい。翻訳していました。営業。そうですね。営業とマネジメントですね。ああ、そうですよね。そう。英語はちょっと難しいだと思いますか？私だと思います。あ、営業ですか？営業は買い物を売りますか？例えば。そうですね。なんか、そうだね。なんだろう、
あの、クライアントとお客様がいて、で、クライアントが、例えば、あの、スポーツブランド、例えば、あの、ナイキだとして、でそのナイキの、あの、ナイキの、例えば、シャツを、なんかこっちが、あの、頑張って、なんか、あの、はいはい、売るみたいな。はい、ああ、そうですよ。わかりますよね。わかります。わかります。そうそうそう。そう、ビジネス。ビジネス。その仕事が好きですか？ああ。まあまあ、なんか仕事自体は、まあまあだけど、その、あの、一緒に働く人が、あの、みんないい人で、あの、なんだろう、こう、今働いてる会社は、あの、将来、あの、自分の会社を、あの、持ちたいっていう人がいっぱいいて、はい、で、みんなその、ね、あの、その、いつか自分の会社を持つためになんか、いろいろと、ね、あの、勉強してるんですね、みんなで。はい。はい、あ、そう、そうですよね。将来は、自分のビジネスのためです。そう、そうですね。どうですか？あ、どうぞ。ああ、どうぞ、どうぞ。ジャラドさんはどうですか？最近、新しい、あの、出来事とか。あ、はいはい。あります。5月に卒業していました。ありがとうございます。ありがとうございますよ。専攻は、工学だった。あとは、私も仕事を、就職をしています。いただきます。例えば、今は、システムズテストエンジニアの名前ですよね。そのだけ。けど、私の日本語の道のりは少し減るだったけど、最近は、勉強はフルエルだった。ああ。はい。最近、もっと勉強するようになったんですね。はい、はい。そうですね。はい。でも、話した時は、昨年だった、今は、話したいんですよね。でも、今は、勉強のために、たくさんの本を読む。なるほど。そう。はい。どんな本を読んでますか？ライトノーベル。だと、あ、ナノベね。はい。今は、ライトナブはの名前は、浴槽実力、市場主義、教室。ああ、知ってる。はい。知ってますよ。人気なアニメが、だと思いますよ。知ってます。見ますか？なんか、全部は見ませんでしたけど、なんか、途中までは見てました。はい、はい。でも僕も結構、あの、ライトノベル、ま、あの、みんな、ちょっとライトノベルは長いので、みんな、あの、ラノベって言うんですけど、あの、僕も、いつ、ま、結構、ラノベは読んでます。え
ライトノブルが好きですか？そうですね、なんか、ものによるんですけど、大体好きです。大体好きです。はい。うん、名前は、例えば名前は何ですか？そうですね。いっぱいあるな。例えば、一番好きなのは、はいはい、結構昔のライトノベルだけど、鈴見春日のユーズ。鈴見の春日。知っていません。あ、知らないですか。知らない。鈴見や、はい、そう。鈴宮春日の憂鬱です。多分アニメもあるんですね。ああそうですよね。アニメを見ますか？アニメも見ました。すごい面白いです。おすすめですか？結構おすすめです。なんかちょっとなんかなんだろう、ちょっと頭が混乱するような、なんかちょっとお花、なんか、答えようですね。はい。混乱。でも、はいはいはい。でも、面白いですよ。ああ。よかったら。いいですよね。そう。でも、なんか、ガブさんは、アイタキを、教師、ですよね。今は、たくさんの生徒がもうありますか？いますか？そうですね。なんか、去年の方が、多かったんですけど、今年は、ちょっと自分も結構忙しくなったので、はい、なんか、はい、あんまり、あんまり使ってないですね。あ、最近は。はい、忙しいは、はい、そう、わかりますよ、わかります。で、そう、前は、なんか、空いている時間が、なんか、全部緑、なんか、すごい緑色が多かったんですけど、今はもう、緑色が少なくて、はい、もう、ね、結構忙しいです、はい。例えば、一日、どのくらい時間を暇です、どのくらい暇がありますか？そうですね。日によりますね。なんか、例えば、一日仕事して、で、まあ、家に帰ったら、じゃあ、ご飯を作るとしたら、多分、暇な時間は、3時間くらい。はいはい。なんか、で、でも、ご飯作らないなら、まあ、4時間。ちょっと、でもご飯はいいですよね。でも必要です。必要ですね。なんかでも時々作るのがすごくめんどくさくて、もう今日はコンビニ。ああそうですね。でもはい、私もそう感じをわかります。わかりますよね。料理作ります？時々料理を作りますけど、朝ごはんを作りますけど、お昼ごはん時々を作る。でも、作れないの時は、マクドナルドを食べる。マックね。マック、はい。安い。マック安い。安い。はい。わかる。安い。はい。
僕も、うん、時々マック食べます。はい。日本のマックはちょっと違うんですよね。アメリカから。結構違いますね。なんか、結構違います。ラーメンがありますか？マックに。いや、ラーメンはないです。ラーメンはない。でも、例えば、シャカチキっていう、普通に、こういう形した、フライドチキンですけど、はいはい、それはなんか、チーズを入れて、なんか、粉入れて、なんか、こうやって、美味しそうね。シャシャシャしてて、食べるやつです。うん、ああ。150円。結構美味しいです。150円。ちょっと安い。150円。安いです。150円。1ドルをした。そうですね。結構安いです。はい。あとは、普通にハンバーガーで、なんか、なんだろう。例えば、今、秋に入ったんですけど、はいはい、秋に入ると、月見バーガーっていう、ちょっと期間限定の、ハンバーガーがあって、それになんか、だいたい、卵が入ってて。ああ、卵が入ってるの、ハンバーガーですか？そうそうそう。ああ、それは美味しそうだと思います。アメリカに違うんですよ。ないんだ。季節の変わり、マックは同じをしている。はい。そうそう。なるほどね。うん。そう。で、冬が一番好きです。冬のマック。冬のマックは、なんか、チョコレートパイがあって、この三角チョコパイって言うんですけど、こういう三角形をした。なんかそうですよね。中にチョコレートが入ってるやつで、美味しいです。あ、すごい、羨ましい。これは美味しい。本当に美味しいです。でも、チョコパイは、今欲したい。今欲しいですね。冬だけですね。あ、冬だけ。残念だけど。残念だけど。そう。でも、マックは安いけど、マックは安いし、まあ安いんですけど、最近ダイエットしたいので、なんか、あんまり食べてないです。ああ、はいはいはい、そう、私もけど、もうマックを食べます。今は、野菜をもっと食べる。野菜、なんかサラダとか作ってます。はいはいはい、サラダ。はい。プレーンサラダだと思います。でも、チキンが入る？でも、だけです。なるほどね。鶏肉ね。大事。はい。そうですね。大事ですね。なるほどね。で、今のお仕事は、週に何回ですか？例えば、週にですか？週に、何日？はいはいはい。
月曜日まで金曜日を働いています。あー、月金、うん、何時から何時までですか？あ、はいはい、そうですね、今はカリフォルニア、うん、3時間、15時間、15時間まで、15時間から、23時間まで働いています。はい。なるほど。15時から23。はい。大変ですね。はい、ちょっと大変ですよね。うん、仕事の後は、ちょっと疲れています。うん、あとは、運転するは、ちょっと疲れる。ああ、運転ね、うん。仕事は、あの、職場は家から遠いんですか？例えば25マイルが25マイルがあります。おー、運転する、運転、うん、なるほど、運転してる、はい、はい、きついね。はい、ちょっときついけど、30時間30分だけですよね。あ、30分ですね。はい。そっか。なんか、23時まで働いてると、じゃ例えば、あの、例えば、仕事の上に、なんか友達が、なんか友達になんか、あ、一緒に食べに、ちょっと Wi-Fi を聞かない。あれ、ちょっとね。はい、大丈夫ですよ。大丈夫ですか？はい、Wi-Fi は大丈夫。もう一度お願いします。そう、じゃ、例えば、あの、そうですね、なんか、なんでしょう。23時まで働いてると、じゃ、例えば、あの、友達が、あの、仕事終わって、あ、じゃあ一緒に食べに行こうとか、あの、誘われても、行けないですよね。はい、そうですよね。でも、友達がありません。ちょっと、私の友達は、大学の町がいます。でも、そう感じがありますよね。未来は、家族を作る、この時間の働きしていますのは、うん。じゃ、ちょっと待って。例えば、家族を作る、8時から、13までを働いたいですよ。うん。8時から13時まで。はい。はい。わかりますか？でも、少なくないですか？ 8 時から13時まで。朝8時。朝8時から、17。なるほどね。8 to 5だと思います。はい、ああ、それが一番だと思いますね。はい、はい。僕の今の仕事は、あの、8時から、いや、じゃない、9時から、うん、9時から6時か、それから10時から、あの、7時までですね。なので、うん、で、まあ、8時間働いて、1時間休憩っていう
うん。その休憩は、料理を食べますか？そうですね。うん。お昼休憩です。はいはいはい。なんで、まあ、自分はやっぱりね、お弁当作るのはめんどくさいので、なんか、適当になんか、野菜とか肉とかを、なんか、パンに入れて、もうそれだけ、はい。はい。サンドイッチ。なんか、そのサンドイッチですね。サンドイッチと、なんか、ちょっと野菜足りないと思ったら、もう例えば、キュウリ、もうキュウリをそのまま食べたり、なんかもう、トマトがあったらもう、トマト、なんかサラダ作るのめんどくさいので、なんかもう、トマトそのまま食べます。はい、トマトを。はい。そうそうそう。ああ、トマトは、ちょっと、好きじゃない。トマト嫌いですか？ちょっとね、はい。でも、スパゲッティが好きですよね。はい、なんかアメリカにはトマトが嫌いな人が多いですね。なんか僕のアメリカ人の友達が多分なんか、半分くらいはなんかトマトが嫌い。はい、私もそうですよね。私のハンバーガーはトマトが入る。テイクアウトをしています。ああ、トマトを出してるんですね。はいはいはい。そうですよね。出している。でも、注文の時は、トマトは入れない。はい、私の、望みです。なるほどね。あれは好きですか？ピクルス。はい、ピクルスは大丈夫です。ピクルスは大丈夫です。はい。子供の時はピクルスは嫌いだったけど、今は、いいですよ。好き嫌いは、まあまあです。まあまあ。他に嫌いなものは何ですか？時々は野菜でも、キューカンバー。ああ。キュウリ。キュウリと、キュウリとエッグプラント。ナス、はい。その野菜は嫌いだけど、酸っぱいのものはちょっと嫌だ。酸っぱいのもね。例えば、ヴィネガー。酢。酢は、ちょっと。ガブさんも、ガブさんは、食べ物が嫌いなんですか？嫌いな食べ物ですか？はい。オクラ？オクラ、もうそう、私も。オクラは変な感じですよ。ちょっとスライミー。ネバネバしてて、ちょっと無理です。はい、美味しくない。はい、でも、なんだろう。あとはなんだろう。でも、納豆が好きですか？納豆は好きです。納豆は。納豆は安いので、なんか、はい。他も、
毎日食べてますね。はい。安くて、まあ、体にいいし、まあ、そう。はい。体がいいですよ。うん、納豆です。でも、臭いですね。なんで、なんか、仕事には持っていかないですね、納豆は。うん、納豆を持ってったら、多分周りの人になんか、あ、臭いとか。そうですね。でも、うん、仕事には持っていかないです。うん、家では納豆を食べてます。あ、はい、そう。そうですよ。仕事にどんな人がありますか？いますか？仕事には、若い人がいっぱいいて、なんでしょうね。普通の日本の会社よりは、ちょっと自由ですね。なんで、例えば僕今、ヒゲしてるし、あと、なんか、ピアスもしてるんですけど、はい。普通の会社では、ダメなんですよね。こういうのは。でも、僕が働いている会社は大丈夫。はい。22、30、3時ですよね。ああ。はい。そっか、そっちは22時か。なるほどね。はい。ちょっと早いんですよ。ちょっと早いですね。ね、何か質問があれば、まだ大丈夫ですよ。うん、今は大丈夫ですよ。YouTube をアップはしてもいいですか？あ、もちろん。どうぞ。はい、ありがとうございます。こちらこそ、はい。あ、どうぞ。うん。どうぞどうぞ。久しぶりに話せてよかったです。はい、私もよかった。And so that's the end of this first conversation. Everything here is shown with full transparency and full honesty of my ability of Japanese at about 2 years in here. So I hope you enjoyed. Let me know what you thought in the comments down below and look forward to the second conversation that comes out later this week.